リードはアメリカ海軍の駆逐艦。スミス級駆逐艦の小番艦。艦名は同海軍主艦のサミュエル・チェスター・リードにちなむ。リードは1908年8月3日にメイン州バスのバス鉄鋼所で寄港した。1909年8月17日にリナ・アンドリュースによって命名浸水し、1909年12月3日に艦長、 VV ウッドワード少尉の指揮下収益した。リードは大西洋水雷小艦隊に配属されたが、艦隊はその後幾度も改変された。リードは東海岸沿いに作戦活動に従事し、アメリカ合衆国の第一次世界大戦参戦まで、主として訓練演習を行った。1917年4月6日、リードは南部偵察部隊に配属され、 フロリダ州キーウェストから活動した。14日に北方へ向けて移動。18日にマサチューセッツ州ボストンで偵察部隊第一戦隊に合流した。5月15日には駆逐艦部隊に配属される。17日に部隊に合流。沿岸航路の護衛及びニューヨークへの入り口を偵察し、その後サウスカロライナ州チャールストンへの移動を命じられる。 同地で7月5日に海外配備のための準備に入る。リードは7月21日に東方へ向けて出港し、8月1日から9月30日までアゾレス諸島近くでの護衛及び偵察任務に従事した。10月に部隊を離れ、リードはブレストに向かう。同地で護衛及び偵察任務を再開した。23日、総改定。 w t ジェームズと衝突事故を起こし、水線上部を損傷する。しかしながら、修理はブレストで迅速に行われ、その後終戦まで任務を中断することなく続けた。この間、リードは潜水艦に対して数度攻撃を行い、1918年3月18日には UB-55 に、7月1日には U-86 を攻撃したが、 いずれも撃沈することはなかった。停戦後、リードは12月11日にブレストを出港し、不活性化のためチャールストンに向かった。31日に到着、その後ペンシルベニア州フィラデルフィアに移動し、1919年7月31日に退役した。リードは9月15日に除籍され、11月21日にコネチカット州。 ニューロンドンの T.A. スコットカンパニーに売却された。ありがとうございます。